去年11月、三重県四日市市。何やら落ち着かない様子のケージに入った犬たち。新たな家族との出会いの場、譲渡会です。この薄い色がいい。生後2ヶ月の可愛らしい子犬に興味を示す親子。しかし、子犬なので1年間はお留守番させない。ご家庭じゃない、うん、じゃあダメじゃん。長くても3時間以内。長時間 のお留守番はうちの団体は認めてない。気に入ってたんやけど、どうしても。そう、可愛かったので残念って言われる。体調の変化にすぐに気づけるよう、3時間以上の留守番は禁止。他にも必ず室内で飼うことなどの条件が。残念ながら譲渡とはなりませんでした。それにしてもちょっと条件が厳しいようにも思えますが。野犬の子犬です。一般家庭で可愛がられて育った子が産んだ赤ちゃんとは全然違います。やっぱり警戒心が強くて、何かあったら怖いので逃げたいっていう気持ちがすぐあるので、逃がさないようにその辺徹底してもらって。こう話すのは、譲渡会を主催した四日市市のボランティアで作る動物愛護団体つむぎの代表、服部千佳子さん。実は会場にいた犬18匹のうち15匹が元野犬でした。野犬とは主に人間に餌をもらうなどの依存がない野生化した犬を指します。環境省によりますと、2020年度に日本で保護された犬は27,635匹。このうち5000匹余りは所有者不明の生後1、2ヶ月ほどの子犬ですが、生まれたばかりで捨てられることは考えにくいことから、いずれも野犬とみられています。その数は10年前の半分以下になっていますが、高い繁殖能力と人間の無責任な行動により、いまだ多くの地域に野犬が生息しています。さらに知多半島では人間にも感染することがある寄生虫エキノコックスが検出された野犬も見つかっているほか、山口県では人が怪我をする事態も起きるなど、社会問題にもなっています。ボランティアやり始めて保健所へ犬を引き取りに行った時に、野犬らしき子が入ってて、どうなるんですかって聞いたら、明日殺処分に送りますって。あの子たちもわざわざ殺処分されるために、生まれてきたわけではないので、みんなに愛されて生涯全うしてほしいと思って。殺処分を減らしたい、その思いから10年前に紬を立ち上げた服部さん。野犬は怖い、危険といったイメージもあり、譲渡には不向きなため殺処分する自治体も少なくなく、3年前からは野犬の引き取りも始めました。しかし、保護から譲渡までの道のりは決して簡単なものではありませんでした。これは野犬たちにご飯だよっていう合図ですね。いた、あ、ついてきた、ついてきた。この辺りに野犬の数何匹ぐらいいるんですか？今のところ8匹です。野犬を助ける活動の一つが保健所と連携しての保護。この日はおよそ1年かけて餌を与え続けた現場へ。はい、おいで、おいで、ハスキー、おいで。強制的に捕まえるのではなく、徐々に警戒心を解いていきます。服部さんらが姿を消すと、檻の中に入って餌を食べるまでになりました。メンバーが協力して、必ず誰かがどんなお天気の時もっていうので来てくれてます。今から食べ物なくなってくるんで、これからが保護のし時。でもこの子たちって本当に人の目に触れられず生まれ育ってきて、やっぱり人間っていうものの良さを全然知らないので、警戒するのは当たり前なんですね。
それからおよそ1ヶ月、餌の確保が難しい本格的な冬を前に保護を実行します。鈴の音に反応し、2匹の野犬が姿を見せました。全身を震わせ怯える3歳ぐらいのオスの野犬、誰も怪我をすることなく保護できました。今まで幸せになった野犬たちと同じように一緒に散歩に行って触れ合って、新しい温かい家族のもとに送り出してあげたいです。しかしまだ大きな課題が。里親に譲渡するには野犬が人に慣れ一緒に散歩できることが最低条件。そのためには3ヶ月から半年ほどの訓練が必要となり、専門家に預けた場合1匹あたり15万円から50万円ほどかかるといいます。里親など一般からの寄付金で運営するつむぎ、今回は大阪の訓練士からアドバイスをもらい、継続的な訓練は自宅で服部さんがすることにしました。一方、この野犬の訓練に官民一体で取り組む事例も。ボランティア団体さんの方にかなり無理がかかっていたようで、何とかがなくなってしまうということがあって、このプロジェクトを始めました。去年保護した犬のおよそ9割、163匹が野犬だった岡山市。年間の野犬の保護数としては三重県のおよそ5倍以上です。その多さから野犬の訓練が間に合わない状態だったため、3年前岡山市は人慣れプロジェクトをスタート。頑張って出てきたね。おいで、よいしょ。動物園の使っていない植物用の温室を訓練場などとして借り、訓練士や世話係のボランティアも一人一人直接お願いして確保。現在は保健所として常時10匹ほどを訓練しています。他の自治体を見る限り、野犬を訓練するようなやはり設備がない、それから訓練をできる人たちもいないっていうのが一番の問題点だとは思います。実際には訓練を行っている方々というのはおられるので、そういう方々とつながることさえできれば野犬たちを救うことがきっとできるとは思います。来た、できた、できた、かわいいですね。訓練を終え、四日市市での譲渡会に臨む元野犬たち。ものすごいベタベタなの、ね、ものすごい甘えんぼちゃん、ね、怖いな、怖いそう、怖いな。生後8ヶ月の元野犬、滝町から来た山口さん一家が興味を示しました。譲渡条件って見てもらえますか。この後あの家庭訪問をさせていただきたいんです。お家の周りのこととか、あのどんな感じかとか、脱走すると捕まらない可能性が非常に高い子たちなので。つむぎでは飼育環境も家庭訪問で確認、条件をクリアし山口さん家族の一員となりました。大丈夫、大丈夫、何もしあへんて。男の子です。はい、てつくんです。てつという名前をもらいました。赤ちゃんがやってきたみたいな感じです。もっぺん子育てさせてくれるな、な、な、幸せやなと思ってくれたらいいなと思うぐらいで。あ、ごめんごめん、そうな、音怖いな、音怖い、うん。あ、いけるな、いけるな、大丈夫、すごいな。
山口さんの家に来てまだ1週間ですが、すっかり家族の一員です。野犬だからって言って怖がったりいじめたり、無責任な餌やりの人がおったりとか、これ以上かわいそうな子を増やさないようにしてほしいことが訴えられたらなと思います。もう最終的に私たちの活動がなくなるのが一番だと思います。